どうも皆様ご無沙汰しております。今回もシャイニングフォースガイデン遠征邪神の国へ実況していきたいと思います。前回ね、新しく仲間になった人がいるんですね。ババン、テディ君です。獣人のテディ君、彼はねどうも見た感じ武器装備できないんですね。 AT が高いんで、もしかしたら最後まで装備するものがない前回のゴング君パターンかもしれませんね。とさあさあ、そしてニック君がやっとスチールソード装備することできました。ただ他の人たちと比べると若干攻撃力低めですね。とそろそろね、あのお店の武器がアップデートされてて、転職後の武器が売られてたんですね。いつ転職させようかなって感じになってますね。あとメイペアがフレイル装備してます。攻撃力低いんでなかなか戦闘には参加できないでしょう。レベルをね、この2人中心に、メイフやテリー中心に上げていきたいところなんですが、次の戦闘はどうなるでしょうか。さあ向かいましょう。全体止まれ。1,2と。どうしたどうした、止まった。どうやらここまでのところサイプレス軍に見つからずにやってきました。しかしどうしたどうした、この先の平原地帯はこれまでのようにはいきますまい。なるほど、身を隠すものがないぞと。そんな感じですね。これは参りましたな。障害物が何もない。これではすぐに見つかってしまう。12人の大部隊やから13人か。ひとまずここにキャンプを張り、夜になるのを待って平原を抜けることにしましょう。いいね。私が見張りに立ちますから皆さんは休んでください。すごい、さすが獣人やからね、夜行性なんでしょうね。そしてこの手際の良さ、テントを張るのめちゃめちゃ手際が良い。うん、でテディが待ってくれると。テディは名前的にクマの獣人なんですかね。さてそろそろ夜だな、王子様たちを起こすとするか。あ、出た。やつはオープニングムービーでお世話になった誰だったっけ、ウォルドルだったかな。グフグフ、やっと見つけたぞ。王子はテントでお休みかな。その声はウォルドル。グフフ、お主はテディだな。安心しろ、これは私の影だ。何の危害も加えられぬわい。賢いな、闇を利用して大平原を抜けようとするか。しかしその目論見も崩れたな。サイプレス兵団が運び出され、もはや袋のネズミというものだ。皆の者かかれ、踏み潰せ。バレた。しまった、ニック様、みんな起きてください。敵の襲来ですぞ。戦闘ですね、夜中の戦闘。ウォルドル様お任せください。我らがニック王子を倒してご覧に入れます。今喋ったのこいつだったよね。完全に喋ったの。喋れるんやな、デッドリーボーン。ミドルソード、攻撃力でも高いね。こいつがリーダーかな。さあじゃあ手チェックに行きましょうか。あ、すごい、エバリ倒した存在が2人。ガーゴイル、あ、ブレイズ覚えてるわ。うん、ブレイズ、忘れた頃に飛んできそうで怖い。そしてウォーム、絶対状態以上持ってるね、毒っぽいね。新キャラのボーライダー、攻撃力33、高いね。でソーサラー、ソーサラは魔法を使ってくるエロい人で、そんな感じですね。いつもの人たちみたいな感じですね。で魔法の人で、アークナイトに、あ、ちょ、デーモンロード持ってるぜ。デーモンロード持ってたぜ、あいつ。大丈夫かい？じゃあそんな感じですね。やっていきましょうか。行くぜ。イーシャはその辺で待機。うまいこと釣り出すぐらいにしとこう。で、ルース、待機。ソーサラーがあ、めちゃめちゃ攻めてくるじゃん、いきなり。うわ、初手で。ルース、いてー。あいつはもう許してお金、あ、下がった。デッドリボンが下がった。玉座みたいな感じになった。ウォームに囲まれて。これ大変だな。結構厳しい戦いになりそうだな。あの位置、フリーズ食らうんちゃうか。大丈夫か。ちょっとこう、ばらけとこう。すごいなんかこう、攻めてくるタイプの敵でしたね。攻めてくるタイプの敵でしたね。テディの構えが。そしてセクシーフリーズ。なんかね、本当に、ミシャエラドールを思い出すね。ソーサラ見てると。あの小さい、SD 状態のドット絵からは想像できない。あ、これはいいぞ。次のターン、イーシャが。うえブレイズレベル2をソーサラ中心にぶつけたいところだが、どうなることやら。ビショップも下がったぞ。さあ、走れ、ストック。ストック走るんだ。あ、戦闘いけるぞ。アークナイトに攻撃。よし。
下半身が馬でよかった。おっと追い打ち、まさかの追い棒眼、素晴らしいね。さてクレイはまだ回復が届かないね。ウェンディも合流しとこう。でどん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 シグで回復してあげよう。シグヒルレベル1ルースに。いやーよかったよかった、シグ体力高えな。もう30やで、転職前やで。も転職して伸び始めたらどうなるんやろうな。やっぱ巨人族やからな、 HP 高めに設定されとるんかなと。さてニックくんでソーサラを攻撃、いけ、スチールソードの力を見よう。これがスチールソードよ。言うてスチールソードやからね、だいぶ前バリーが装備してたやつやからね、やっとの店に売られ始めましたみたいな感じなんで。さてバリーくんはこの辺で待機かな。リザードマン来るか、来ない。でも次のターンぐらいに突っ込んできそうだな。これはもう整列し始めちゃったもん、整列始まっちゃったもんあれ。さてメイフェアはすることがない。でシェイドも特にすることないだろう、届かないし。でイーシャがここに立ってブレイズのレベル2をぶち込みたいばっかりなんだよね。いっちゃいっちゃえ、行くぜブレイズレベル2。ドド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 ド、レベル上がらんかったらまあいいだろう。いけルース、ソーサラを倒すんだ。とにかくディーヘー、これが強戦士の力よ。黒のリングだ。誰に渡す、テディに渡すか。うん、武器がないからかわいそうなんでテディに渡してあげよう。強戦士的にはルース君が装備した方がいいかなと思うけど、ルースじゃないニックが、やべえ、あニック、危ねえ、会心の一撃だったら落ちてたよ。テディよどうする、テディがまずいね、テディ死ぬかもしれんからちょっとこの辺かな。行くぜ、おおグリーン、まさかのグリーン、超級覇王伝営団的な攻撃方法。獣人族はその辺ちょっとエンタメ性があるのかな。それどうしようかな、とりあえずリザードマンを攻撃しとこう。とりあえずリザードマンが次動くから、なんとかしておきたいが、どうする。ビショップは、あリザードマンを回復だ、まずい、ヒルレベル3やからな。万歳万歳、回復めっちゃ回復するやん。あめっちゃおしゃれ、やっぱ回復関係の全国テディベア協会じゃなかったけど、なかなかにおしゃれやったね。さて魔法のブレイズレベル2をここに、できるだけ多くの人たちを巻き込む形で放り込んでいきたいね。よし OK、 次ちょっと見せてあげたいね、ビショップどんな感じの服装か、ちょっと注目してほしいポイントみたいなあったから。さてどこを狙うかな、ボーライダー倒すか、ボーライダー狙いで、えいや、さあ誰が倒す、あれは誰が倒すよ。バリー君ちょっと怖いな、でも行っちゃおうぜ、どん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 前進め。よしアークナイト倒した、これは美味しい。レベルは上がらんかったけどまあええやろ。でシグで、シグのヒールでニックを回復だ。危ねえとこだったなニックよ。でもエドモンドは本当に自分の息子やけど平気で殺そうとしてくるな、すごいな。誰だ、あーやばい、イーシャだ。まあそうですよね、やべえ。でボーライダーを倒しとかないとイーシャ持ってかれるぞこれ。お命ちょうだいパターンになっちゃうんで、どうするかな、イーシャ回復してあげるか、イーシャを回復、お命ちょうだい、回復します。うん、クレイ戦闘に参加してあげたいけどちょっと厳しいなこの感じだと。でニック君はボーライダー攻撃しちゃいましょう、いけ、クリア、ナイス、いやスチールソード様々やな、ぴったりやんけ。レベル上がった、黒のリングどうするかな、そろそろルースのターンが、まだもうちょっと先か、来るから考えつつ、あバリー狙いだ、あバリーやばいんじゃない、大丈夫か、なんならバリーはかわしてくれるから。あれアピス、一番意外なとこ狙ってきた、かわす、
ケンタウロスにかわされるってなかなかないからね。えらいこっちゃで、さてさて、魔法ヒールレベル1をテディで。どうすっかな、黒のリングテディかな、とりあえず。攻撃力低いからね、まだ。一旦そうだね。一旦テディに渡そう。で、ゆくゆくはルースに渡すかもしれない。うん。挑戦士的な意味で。さてと、どうするかな。リザードマンの。削れてる方を削るか。倒しきれはしないと思うんだ。うん。オッケー、ナイス。で、レベルが上がった。ちょうどいいじゃん。で、持ち物を渡そう。テディに。ちょっとルースはもうさすがにレベルが高いんで、テディに渡すと。で、イーシャは、巻き込みで倒したいけど、ちょっと厳しいな。削るか。誰かを削るか。誰を削る？ここに入って、こっちを削ろう。よいしょ。一冊の一撃。素晴らしいですね。で、あの体力少ないのを倒すのは、テディだとして、こっちも削るぞ。ほい。なんか意外と苦戦しない感じになってきたな。そして装備を。あれ？クロノリング装備できないんだけど。クロノリング装備できないんですけど。もう次のターンにしよう。マジか。もしかしてクロノリングって転職後しか。超級覇王伝衛団。装備できないとかそういう系かな。それとも獣人はこう指の形が違うんでダメですみたいなことかな。回復だ。まあそりゃそうでしょうな。よかった。超級覇王伝衛団の人の方がちょっと早くてよかった。ほら見て。足元クロックスやったやん。ちょっとおしゃれなんだよ。普通のサンダルじゃないところがおしゃれだね。クロックスやったな。おしゃれか？クロックスが。さてさて。じゃ削りで。便利削るんだ。11はまだ一発で削り切れる感じはしないけど。誰が行くかな？黒のリングどうするべ？バリーは、言うてバリー12やからな、レベル。ちょっと狙っとくか。攻撃だ、攻撃。かましてあいましょう。倒せたら倒せそうです。倒せなかったね。さあ、誰が？シグ君は、シグ君どうするかな？リザードマンにパンチで。ベーン。誰か死にそうな人いたっけ？いやー。で、なんかね、素早さがすげー横並びやからね。なかなかに。さてさて、どうすっかな。もう倒しちゃうか、ストック。行っちゃおうぜ。でん。メイフェアちゃんがもうちょっといい感じに素早さって動けたらね。あ、ハヤテのリングをメイフェアちゃんに渡すか。いけ。9か。9だとヘルブラストじゃ削りきれないからな。言うてニックもレベル高いからな。ニックはこっち削ろうぜ。で、いりゃー。で、どうする？ガーゴイルもどんどん近づいてきたけど、さすがに倒すことはないと思う。いけ。よしよしよし。3ならばヘルブラストで届かねー。届きませんね。ダメですね。どうするかな。バリー回復しとくか。クレイ回復かな。倒しきれないよりはヒールで10もらった方がいいでしょう。経験値的な意味で。多分そうだと思う。で、あの、回復の人はほっといて、イーシャは、ブレイズで削るか？で、超級覇王伝衛団で、リザードマンを倒そう。それでいいんじゃないかな。なんかね、なんかこの辺調べたらなんか、見たら簡単みたいな。調べられるとこってあるかい？ないね。ないよね。まあ、いや、待機で。なんだったんだろうね。あの辺調べるとうんたらかんたらって聞いたことがあるんですが。しょうがない、ググるか。なんか池の左側の森がうんたらって書いてるけどね。とりあえずテディで攻撃だ。上級覇王伝衛団。だからお前はアホなのだ。ナイス。
伸びねー嘘、ザッパ様とかめっちゃ伸びたで。ビショップ自分回復だ。まあそりゃそうでしょうな。ほらクロックス、クロックス、ナイスクロックス。赤と白を中心に色をまとめてるね。なかなかですね。ビショップあれおじいちゃんなんだよ。なんかね、今ちょググったら森の左、いやでも池の左側の森って書いてるんだよね。池の左側の森ってどこ、ここ、ここ、もしくはここ、可能性としてはここ。わからんね。もしかしたら左と右の5色でこの辺にあるかもしれない。よくわからん。とりあえずバリーには左に行ってもらおう。調べられそうなところ。でもちょっともうクレイは、クレイパンチだ。クレイパンチ。左でしょうな、多分これ。左だと思うので、ちょっと左の方行ってみようぜ。で、回復。誰食らってたっけ？誰が食らってたっけ？誰から回復してあげないと。誰だっけ？クレイ自体がもう食らってたんだっけ？あ、ちゃうわ。いや、え？誰か食らってなかったっけ？わからん。なんだろうな、この辺。森、池の左側の森って言ってるけど、池ってここしかないもんね。ねえ、うん。しかないもんね。じゃあ、ここの話かな。森言うてるもんな。これ森でしょ？これ多分林とかでしょ？もう草木が生い茂ってますぐらいの感じやからさ。じゃあ、ちょっと機動力ある人でこう。まあ、わからんね。右っていう可能性も捨てきれんからね。この辺待機。どうなっとんじゃい。あ、やばい。あ、ブレイズだ。まずい。バリーが真相だったんだ。うわ、やべ。ははー。もう一体のガーゴイルがボコスってやってきたら死ぬぞ、これ。走れ。メイフェアが近くにいてよかった。バリー。危ねえとこだったな、バリー。メイフェアに。感謝するんだな。あれぐらいよかった。いや、よかった。メイヒュアは最悪、ヘルブラストで火星もできるから。来た、シェイド。シェイドがいてよかったよ。えい。ナイス。倒せるぞ、これ、バリーとかで。いい車は。ブレイズだ。うん、いっちゃう。倒しても大丈夫。いけ。よし、ナイス。倒さんかったら殴られてたからな。伸びもまあそこそこ。ブレイズがレベル3になった。美味しい。ブレイズがレベル3になったの美味しいね。ああ、なんかどこだろうな、本当に。森の左側って言われましてもって感じだね。ちょっと重なるのはブレイズ的な意味で危ないから。隣にはならないでおこう。一マスずつ開けなきゃ。デリーも左行くか。で、どうするかな。黒のリング誰かに渡してあげたいな。フレイル装備してるからな。もう殺意に満ちてるかもしれんから渡しとこう。こことかかな。違うね。ちょっと。隠しなんですよね。隠しやから、まあそれはそんぐらいのことになるわって感じなんですけど。隠しすぎでしょこれは。本当に全然パッと見で何もないもんね。半蔵とかみたいな。そんぐらいわかんない。左の森、右の森、調べるっていうことが出ないのか。これ右だもん、ね、これも右だから違うだろ。そういうことなんで、ちょっと上行くかしょうがねえな。でウォームが動かない。来た。じゃあストックで攻撃しちゃうか。どうすっかな。ストックで攻撃してもいいんだけど、怖いのはここからこう 1,2,3,4,5,6 とかでこう、ここなら大丈夫か。攻撃で、えい、ナイス。ふう、助かった。レベル上がっちゃった。これもストックでとどめを刺すことはこの戦闘ではないな。この辺かな。来たわ。直接だ。直接攻撃ならルースは負けねえぜ。かわいいな。両端で蹴る感じかわいいな。
持ち物装備フレイル、あ、これ転職後じゃないと装備できないんだね、この感じ。どうもそうみたい。レイ、じゃあそれを踏まえて転職後誰装備させるかと。まあテディかな今んとこ。やべ、ルースで攻撃しちゃった、やっちゃった。あっさり倒しちゃった。さすがルースくんよ。容赦という言葉は知らんからな。で、本当に左なのかな、右という可能性も。右という可能性捨てた方がいいかな。うん、ソーサラー、あ、ソーサラーが来ないんだ。あー、合流しちゃったよ。大輝、バリーとかに探索任せるかも。厳しいな。ウォームが来たわ。ん、アンチドーテの準備はできてるか。いやはい、気持ち悪い。昔々から見たことあるグラフィックやけど気持ち悪い。お、強烈な刺激。うわー、状態異常にはならなかった、助かった。ビショップ、さて、じゃストックで削るか。えい、うん、いい感じいい感じ。ウォーム、あ、そっち行くのね。バリーよ、しょうがない、こいつ調べるぞ。大気は。嘘、え、ググったわ。ググったらね、なんとね、ここなんだよ。いや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 、しょうがない、行くか。戻るぞ。そう、ほら、全然森の左側、池の左側ちゃうやんけ。ドミンゴを見つけた。あ、ほにょほにょりゃ、見つかりましたか。ご褒美に皆さんのお手伝いをしてあげまちゅね。懐かしいぞ、魔法生物のドミンゴが仲間になった。ノーヒント。ところで知ってまちゅか。海の話かい。夜がやってくるのは地球が回ってくるからでちゅ。回ってるからでちゅ。わー、出た、もう博識やな、ドミンゴちゃんは。やっぱりさあ、魔法のヘルブラストで倒すことはまだまだできないので、とりあえずヒールで回復させよう。いやー、ドミンゴ仲間になったわ。これでついに仲間のシャイニングフォースの数が12人を超えたので、誰か1人が2軍になっちゃいますね。誰になるんだろうか。さて、シェイドで削れるか。なんなら倒すぞ。うん、倒しちゃいましたね。まあしょうがないしょうがない、こんぐらいはしょうがない。あー、もう14になったんで、この戦闘で彼がとどめを刺すことはないでしょうと。さて、さてよ、さて、来たよ来たよ。魔法ブレイズレベル1でいっか。削りに専念してもらいましょう。ブレイズレベル1、ペン、弱えー。弱えー。レベル1だと弱えー。さあ、一歩離れてアピスで攻撃、ペン。あー、外した。ついにアピスが外したか。なかなかやるの。さて、どうするかな。ルース、この辺で待機。来た。あ、来てね。来たか、来る、来ない。わあ、戻れ、戻れ、急いで戻れ。全然左側ちゃうかったやん。もう、しっかりね、画像ごとググればよかったね。本当にね。さて、どうすっかな。とりあえず、魔法使いの位置があそこだから、届いちゃうかな。しょうがない、行っちゃえ、もうすぐ。考えるのをやめた。ドミンゴに振り回されまくったな。あ、移動した。ちょっと移動した。ちょっと移動ってのが困るね。さあ、走れ。走れ、クレイ。クレイどうする？クレイヒールでもかけとくか。経験値を稼ごう。素晴らしい、素晴らしい。経験値を稼いでもらって。戦闘だいぶ時間かかったからな、ドミンゴのせいで。ウォームで、ウォームがアピスを攻撃。アピスはまだまだ体力は余裕があると。誰かに回復してもらいたいね。さあ、あ、ストック狙いだ。ストック。まずい、ストックまずい。回復してもらわな。ストック回復してもらわな。
バリーでウォームを攻撃。おじゃ。ナイス。バリー大活躍だな。こういう動きづらいステージではバリーが大活躍するね。さあ、ウォームをニックが攻撃。素晴らしい。誰がとどめを刺す？メイフェアでとどめを狙ってあげたい感じはあるな。なので、持ち物を使うの、薬草を使ってあげよう。久々に薬草を。10ゴールドぐらいはしたがねえよ。10じゃちょっとこれは回復しきらんな。ヘルブラスト倒せ。えいチュン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 。うん、こうやって経験値を稼ぐしかないのだ彼女は。なさてどうするかな。ちょっとこれ怖いね。そろそろ魔法が飛んでくるね。ただちょっと削りはしておきたい。やっぱね、できるだけこう複数に巻き込める感じで魔法を放ってくるのよね。見た感じ敵の AI は。やばい、これアピスまずいんじゃないか。これで、そろそろレベルも上がると。レベルが上がったのでアピスはこれ以上とどめを刺すことはない、この戦闘ではね。さてルース君どうするかな。ルース君をここに配置することによって一体だけ食らうという、そういうプレッシャーをかけることもできるかもしれない。さあ、下がるんだ。ボーライダー合流しちゃった。ビショップはそこに。デッドリボン動かない。どうするの？どうなってんの君たち。どうするかな。じゃあとりあえずクレイは回復でしょ。誰を？まあストックかな。やべ、アピス回復しなきゃ。誰がアピスを回復するよ。まずいじゃん。来るか？来た、来ないわ。え？来ないのかい？来ないんだったらこっちから行くぞ。あ、アピス回復できる。回復してから行こうね。で、ちょっと戦闘にできるだけ参加したいからシグ君この辺で。ヒールのアピス2回行く。行くぞ。もう最後なんでね。敵も魔法使いがいっぱいいたり攻撃力高いやつがいるんで、レベルがうんたらとか言っとる場合じゃねえ気がする。行くぞストック。やつに一発お見合いするんだ。とどめは誰でもいい。うわセクシー。ソーサラーってどんな顔してるんやろうな。服装はめちゃめちゃセクシーやけど、実はすげえおばあさんかもしれんからな。それはそれですげえがっかりさせられるから嫌なんだよね。さて、ナイス。ソーサラーのとどめを刺すのは誰だ。誰よ。うわメイフェアがダメだ。またメイフェアがダメじゃ。ヘルブラストがあと2回撃てる。ヘルブラスト2回撃つまになろう。で、シェイドは、もうしょうがないな。シェイドは、シェイドで倒してもいいけどなぁ。ボーライダーに攻撃だ。ボーライダーに攻撃することによって、どっちを回復するみたいな感じで、2分の1の可能性にかけよう。で、あ、イーシャが来たぞ、イーシャが。イーシャがいい感じのタイミングで来たぞ。ブレイズのレベル3を、じゃあここで。行ったり。グホ、つえぇ。うわぁ。ついにこっちにもブレイズレベル3を打てるやつが来たか。大活躍。さてアピスはちょっとねレベルが高いんで、この辺で待機することによってなんかちょっとうまいことで、ルース君もレベルが高いのでこの辺で待機しよう。さあ誰を狙ってくる。お、バリーかい。バリーを狙うのかい。かわすよ。かわさないよ。連撃だったら死んでたよ。さあデッドリーボーンはイーシャを攻撃。これもしかしたら一発で死ぬかもしれない。黒いな。浜辺育ちだな。かわす。魔法使いにかわされるってなかなかやからね。さて、ウェンディは特に何もすることがない。ビショップは自分を回復。まあそうだろうね。やっぱクロックスは保身ファーストやからな。うん。やっぱ足元から守っていく感じで。ちょっと何言ってるかよくわからんけど。さて、じゃあ、その回復したビショップを削るか。で、あ、倒しちゃった。ストックよ。これだからストックよ。顔だけ歴戦の強者みたいな感じ出してるからほんまに。さあボーライダーを倒すのはバーリー。あーやべえな。メイフェアでよかったな。メイフェアちゃんでよかったか。まあしょうがないしょうがない。でクレイは、クレイはどうするよ。クレイすることねえぞ。また誰かを回復しとくか。じゃあニッコ回復で。まあしょうがないわな。そうなるわ。で、バリーとかストックとかを回復してあげたいな。
即さて回復魔法バリーですね。ヒールレベル1でいいよ。なんで俺さっきストックって言ったんだろう。すげえダメージ食らってる記憶が昔にあったけど全く食らってないもんね。さてニック君で削りましょう。ずりゃニックが隣に来たらさすがにニック狙ってくるんじゃないかな。メイフェアちゃんで魔法ヘルブラストいっちゃおう。削れピピピピー7点少ねえ下がれ。いい車下がるんだ。君は危ない。でルースはここに待機する。アピスもここに待機する。来た、テディのターンが来た。メイフェアの盾になりつつ。ジャーキュー。ナイス。デドリコン硬いね。で、ニック狙いと。もう一発なら耐えるけど。二連撃でさ、二連撃で、会心会心みたいなのが絶対死ぬからね。よし。さあ、とどめ刺すのは誰だ。あ、クレイが来たよ、クレイが。クレイパンチ。クレイパンチ。お、あと1。あと1だから、じゃあメイフェアちゃんでとどめ刺すか。うん。メイフェアちゃんのとどめまで待機待機を繰り返そう。来た。ヘルブラスト。浄化して差し上げなさい。えーい。やった。やっとこれでレベル10になるんちゃうの。よかった。HP1、MP1、攻撃1、防御2。あ、防御2は美味しいね。いやー、ぐーし、しぐじって。だが、お前らに、この、先の、死の洞窟の、キノコが破れるか？何言うてんの？何言うてんの？死の洞窟にキノコがいるのかい？いや、破れまい、諦めろ。お前らも俺と同じになるのだ。骨になっちゃうの。死の洞窟のキノコにやられると骨になるんだ。なんと不吉な言葉でしょう。しかし参りましょう。死の洞窟を抜けるのです。抜けるか。死の洞窟を。